どうもタルです。今日は久しぶりにカノンさんにドッキリを仕掛けたいと思います。はい、今日の企画はこちらです。ドン。もしカノンさんとデート中にヤバい視聴者さんについてこられたら、カノンさんがどんな反応するかモニタリングしていきたいと思います。そして今回ですね、ドッキリにご協力いただくヤバい視聴者さん役の吉田さんです。こちらどうぞ。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。肉団子さんの友人の吉田と申します。よろしくお願いします。すいません、あの今日恐縮なんですけど、はい、あのヤバい視聴者さんはい、ご協力いただくんですけど、はい、今の心境どうですか？はい、そうですね、なるべくヤバいオーラというか雰囲気を出せればいいなと。最高の意気込み、ありがとうございます。今回の目的は、まあ、デート中にヤバい方がこう近づいてた時に、彼氏だったらかっこよくですね、それを多分振りほどくと思うんですね。この振りほどいた姿を見て、カノンさんが僕にちょっと惚れ直すんじゃないかなっていう意図があります。では早速、カノンさんと待ち合わせ場所に行きたいと思います。はい、レッツゴー。こんにちは、元男の子の青木カノンとイメチェンしたおたるです。お、脱キノコじゃん。脱キノコだよ。最近すごいわ、キノコ扱いが。結構イケメンになったね。今日私たちがいるのはこちら、はい、港未来でございます。おー、ザ・デートスポットです。私たち今日大人のデートスポット巡りを2人でしていこうかなと。動画でこうやってデート動画見せるの初めてじゃない？すごいね、恥ずかしいんだよね。初めてのデート動画を YouTube にお届けします。楽しんでください。どうぞ。これが線路です。下道のめちゃくちゃ分かりやすい。ここを電車が走ってた。そう、電車走ってた。あ、はいはい、あ、視聴者さん。あ、はい、あの、あ、ありがとうございます。ああ視聴者さんになぜか、はい、すごく大好き。あ、ありがとうございます。寒いんで気をつけてください。あ、はい、優しさありがとうございます。なんでこんな天気明るいのにさ、うん、気温が低いの？風が冷たい。さっきの人なんかあれだったね、見てくれてるって感じだって。俺のこと認識するのに結構時間かかったの。あ、いたんですか。応援してもらえるってすごいありがたいことよ。これ懐かしい、これ覚えてる？小学校の時さ、これさ、チューチュー吸わなかった？あ、前蜜出るやつ。そうそうそう、蜜。名前わかんないけど甘いんだよね、これ。うまいんですよ。でも渡辺もさ、視聴者さんに声かけられたことあるよね。この間地元で声かけられて、銭湯でね、ゆっくり湯船に浸かって上がるタイミングで男性の方にね、ほんと緊張した。ちょっとすごいね、うん、裸を見られたんだね。足元から頭までこうじっくり撫でながら見られたから、はい、ちょっとやめてくださいよ。あれなんでしょう、あれ、この遊園地なんでしょう。観覧車。あそこに行きたいの。やば、見て影、カップルじゃん。私たちカップルだね。青木かのシルエット女じゃね。誰もイケメン風に歩いてみてよ。あ、なんかあのカラオケのあの安い PV みたいになっちゃった。失礼だろ。すいません。あー、すごい。乗りたくない。大人のデートだからさ、アトラクションじゃなくて、あの普通になんか食べたりとかさ。ああ、言い訳か。違う違う。うまくその大人のデートっていう言葉を使ってるんか。誰かお腹空いた。大人のデートといえばチュロスとかクレープとか。めちゃめちゃ美味しそうじゃん。何がいいですか。生クリームと生クリームいちごクレープをお願いします。はい、ありがとうございます。栃木や。栃木や。これが生チョコクリーム。これがいちごクリームです。うん、おいしい。最高。なんかもう生クリーム食べてる感覚なんだけど大丈夫？日焼けしちゃわない？オーラ、オーラ。今までさ、2人でデートしたところでさ、一番楽しかったところどこ？やっぱりあのボツになった港未来のデート。ここじゃないか。まさにここじゃん。今じゃ2回目じゃない。でもうちらここに来てんの。動画でやったのだったら港未来か。動画外だったらあそこ、スカイツリーの下のなんとか水族館。うん、
パンじゃん、食べたの。うん、違う違う違う、さっきの人じゃん。さっきの人じゃん。あんまり見ない方がいい。そうだよね、私はあんまり気づかないふりにした方がいい。いる？まだ後ろ見ちゃダメ、見ちゃダメでしょ。あ、いない、いない、いなくなった。いるじゃん、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 覗くのダメ。いる？わかんない、見てない。怖い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 、やだ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 、やな感じ。撮影中初めてかもしれない。ということで今タクシー乗ってます。ちょっと場所変えようかなと思って。どこ行こうか。いや、分かんないけど、たまなのかもしれないし、まあ、なんかちょっと遅いんで、一応中断します。ということで、私たちが移動してきたのは武蔵小杉です。地名言うタイプ。これさ、何、会社なの？ビルいっぱいあるけど。タワーマンション。タワーマンションか。タワーマンションすごいね。盛大にカッコつけて。え、盛大にカッコつけて。な、なになに、いやいや、なんだよ。クソダサい。仁王立ち。盛大にカッコつけられてる。背景がいいね。違うよ、背景じゃなくてこっち。我々が行くのはグランツリーということで、さっきちょっと落ち着いてあんまりご飯食べれなかったんでフードコート来ました。お腹空いた。ベコ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 だよ。今からたこ焼きを食べます。美味しそう。じゃーん、どうでしょうか。美味しそうじゃない。めちゃくちゃうまそう。食べましょう。食べましょう。はい、いただきます。いただきます。これめちゃくちゃうまそう。うん、何がどう美味しい。とろろがすごい、明太子とすごいマッチング、めちゃくちゃうまいんですけど。本人直接話す。何回到達してんの？マジ。本当に言ってる？もうマジマジマジ。さっきの方ですね。さっきいましたよね。一番最初に写真とこで会った方ですよね。それってたまたまですか？せっかく今こうなってるんでちゃんと話したいなと思って今お声かけたんですよ。何が言いたいかって正直もう分かってるんですよ。あの最初からこうつけてるっていうのは、なんか限度ってあるなって思って、この距離の移動を含めてずっとついてこられるっていうのはあんまり良くないなと思ってて、僕あなたがどういう人だか知らないんですよ。ありがたいんですけど、ちょっと言い過ぎかもしれない。何かあってから遅いからさ、ちゃんと言わないと。すいません、なんかこんなことになっちゃって。気持ちはめっちゃわかるんですけど、限度ってあると思うんですよ。でももう分かってくれてんじゃないの。すいません、なんか、え、分かりました、本当に。はい、次、釘打つようで恐縮なんですけど、もし同じこと起きたら次は確実に警察に言います。ここだけ覚悟してもらっていいですか。はい、ありがとうございました。ブラも行こう。この動画さ、デート動画じゃなくてさ、デート中にファンに尾行されましたっていうさ動画でいいんじゃない。すごくない？武蔵小杉って結構おしゃれだよ。 Google のオフィスみたいじゃん。なんか YouTube スペースとかでもこういうのあったよ。え、ここって何？フリースペース。あ、フリースペースなんだ。これサードアベニューって新しくできたとこなの。あの上とかどうなってんだろう。ちょっと登ってみる。これどうですか、ダル君。住みたいですか。家賃高そう。高いの。めちゃくちゃ高いでしょ。テラスみたいになってます。めっちゃ大人デートじゃない。背景やばいね。おしゃれだよね。あったかいスープとか買う、あそこで。またいるよ。何が？またいる、さっきの人。いいんじゃない。嘘だ。どうしたの。次やったら警察って言ってん。彼女に大好きなんで。だからそこの限度が大切だって言ってるじゃないですか。これさ、彼女に大好き。これドッキリでしょ。わかりますよ。わかるんですけどっていう限度って言ってる。なんか、はい、もう警察呼びます。警察。いや、そうそうそう、はい、はい、はい、警察呼びますね。これドッキリでしょ。わかりました。わかりました。分かりました。分かりました。そう。本当に、あ、じゃあマジで削りますか。
バレバレなんですけど、もうドッキリって分かってました、ね、ドッキリって分かってました。これドッキリでしょ。ドッキリだね。もう分かってた。さっきのこのグランツリーでなんかアイコンタクト取ってたんだもん。かわいいだろ。かわいい。これちょっとビビった。なんだっけ、あのクレープ屋さんの時結構真剣にビビったの。だって見切れてんのめちゃくちゃ怖いじゃん。あ、紹介するね、吉田さん。ありがとうございました。すいません、本当に、はい、まあ向こうにマネージャーさん、はい、お組合した、頑張って、うん、もう笑いと思わなかった、すいませんでもこれ本当にガチだったら私、彼女失格だね。助けるべきじゃん。でも序盤は大成功でした。はい、ということで今回の動画はいかがでしたでしょうか。吉田さんどうでした。いや、ありがとうございました。こちらもすいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったです。めちゃめちゃ面白かったですね。あの、はい、取っ組み合いがもう本当にお遊戯すぎてめちゃめちゃ笑っちゃいましたということで、少しも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントとわたるくんの LINE 動画のアカウントも画面の下にありますので、そちらをぜひチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。